どうも、ハンサムクロージュです。今日はアイスです。アイスの日。何のアイスを食べるかというと、そう、皆さんご存知、あのハーゲンダッツでございます。お、何？あ、カサカサいてる。こっちはなった、こっちは2つです。バナナキャラメルクッキーとチーズベリークッキーです。混ぜて食べるのが美味しいハーゲンダッツということで、もうすでに冷凍庫から出してね、ちょっとしばらく溶かしてました。クッキーが入ってるから、こう混ぜてサクサクの食感を楽しみながらね、いただくっていうやつですよ。じゃあね、バナナキャラメルクッキーから食べてみたいと思います。これはいいですね。じゃん、見た目はこんな感じ。クッキーがすごいガッツリで結構溶けてきてるんで、食べ方としてはこれ混ぜ混ぜするそうなんで、混ぜます。中は結構、なんかバニラアイスが、あ、真ん中ちょっとまだ硬いな。全体的にこうキャラメルソースをマーブル状にアイスクリームに練り込んでる感じかな。コールドストーンみたい。はい、というわけでなんとなく全体的に混ぜ合わせてみました。これで食べてみましょう。あ、絶対もう、いただきます。うめえ、うめえ。これ、いやー、10だわ。これはとりあえず10ハンサムつけておきます。味の感想はちょっと待ってください。続いてですね、まずこっち、うわー、こっちもいいね。チーズベリークッキーこんな感じ。表面のカッサリ感はこっちの方が上ですね。あー、これいちごの単純な香りではない。どちらかというとバターのクッキーの香りが強い。これ混ぜ混ぜしますね。あ、こっちはだいぶ柔らかい。するとこんな感じです。すっごい綺麗で、底の方から、底っていうかアイスに混ぜ込んであったベリーソースが出てきた時のこの感動、香りも変わりますね。やっぱりベリーソースの酸味がある香りが際立ちます。いただきます。うまそう。あ、こっちもうまい。え、なんなん、こっちも美味しい。チーズベリークッキーも10。2つ並んだ時の破壊力半端ないわ。見た目も可愛いし、足うま。あ、うまかった。ごちそうさまでした。バナナキャラメルクッキーは甘苦いって感じですね。あのチョコクッキーもあったし、キャラメルの風味とチョコクッキーの苦味とあって甘苦い感じです。バナナとキャラメルって合いますよね。あとやっぱチョコクッキーも入ってるから、すごい全体的に本当パフェみたいな感じでした。チーズベリークッキーの方は甘酸っぱい感じ、いちごパフェみたいなね、そういう感じです。果肉がないけど、でもすごい美味しかった。ソースでも十分。どちらもそれぞれ甘いだけじゃなくてアクセントになる部分もあって、クッキーがしっかりザクザクしてて、混ぜてもねちゃんと味がしてるし、で混ぜることによって美味しいっていうのがよくわかる味でした。かなりうまいな。花餅だっけ。花餅以来の美味しさだな、このハーゲンダッツ。結構話題になってますけど、これは本当に食べた方がうまいですね。皆さんぜひお試しあれ。以上、ハンサムクロージュでした。